オリンピック出場の報告のため県庁を訪れた北川選手。長谷知事からは最高のコンディションで頑張ってほしいと激励を受けました。そして北川選手はこれからもっと人としても成長して石川県に恩返ししたいと地元への思いを語りました。震災もあってまだまだ、辛い思いをされている方もいると思いますし、その方々に向けてもしっかりとパワーや元気を届けられるように、金色のメダルを持って帰ってこれるように頑張りたいなと思います。北川選手らなでしこジャパンは来月13日金沢で開かれるガーナとの国際親善試合に臨み、その後決戦の地パリへと向かいます。